陸上自衛隊の89式 5.56mm 小銃。2脚を標準装備している2脚は三脚や一脚に類似した2本の足を持つ指示装置。銃に取り付ける2脚銃化が広く用いられている。一般的にはバイポットと呼ばれている。2脚を銃に取り付けることで銃の重量を地面に預けて銃種の負担を減らす委託射撃を行うことができる。 委託射撃によって銃を支えることから解放され、長時間にわたって狙いを定め続けることができるようになり、射撃の反動を吸収しやすくなる。同様の効果を持つ三脚より軽量であるため、個人用の消火器類によく用いられ、狙撃銃、小銃の一部や軽機関銃、分隊支援火器、大物ライフルのほとんどに標準装備されている。 不評が標準的に用いる小銃にも取り付けられることがあるが、重量増加を嫌って標準装備にしない国が多い。一方で、陸上自衛隊やスイス陸軍などは、防御を重視する戦闘競技から、待ち伏せや陣地防御などの伏せ打ち時に有効な2脚を標準装備させている。狙撃では長時間伏せ打ち体制を取る場合があるため、狙撃銃にもよく取り付けられる。 ただし、不正打ち以外では、銃口近くに重量物を取り付けることで照準がブレやすくなるため、何よりも射撃精度を重視する狙撃ではデメリットになりかねず、取り外すことも多い。軽機関銃は原則的に二脚によって設置して射撃する。銃自体が小銃より重いせいもあるが、設置し反動を吸収することによって、全自動射撃でも十分な命中精度を得ることができ。 機関銃の任務である制圧射撃を行える設計になっている。分隊支援火器は軽機関銃に比べれば軽量で2脚に頼らずに射撃する場面も増えるが、やはり原則として2脚を装備している。人知防衛など固定的な運用がされる火器は、より安定性の高い三脚が用いられることもある。2脚と異なり一人で運搬が難しくなるため、 数名での運用が前提となる。むしろ重機関銃がそうであるように、自動火器は軽量化がなされるまで三脚化で運用されていた。一人で持ち運べる軽機関銃が必要とされ、二脚装備の機関銃が登場したという経緯がある。現代軍では汎用機関銃が三脚と二脚どちらでも有効に運用できる機関銃として配備されている。 M16 など2脚を標準装備していない消火器に対してクリップ式の後付け2脚も存在するが標準装備よりは安定性に劣る。それでも一定の効果が得られるために特殊部隊や精鋭部隊に配備されていることが多い。また最近ではそういったソップモッド用途のためにピカティニー,レールに取り付けることのできる2脚も存在する。中には バーティカルフォアグリップの内部に格納式の2脚を組み込んだものもある。ありがとうございます。